はい、今日はですね、福井県の阿諏訪川という川を紹介したいと思います。まあ、通常ですね、まあ、流体結構長いんですよね、阿諏訪川ってね。九頭竜川と、まあ、並行して、ある川です。で、まあ、天然遡上はね、少しはあるんですけれども、まあ、メインは一応放流ということで、放流大体、5トン500ということで、漁業発表出てます。で、今ちょっとこのポイント入ってきたんですけれども、ここはまあ通称まあサイクロン下というところで、まあ阿諏訪川の中でも川幅も広くて、結構下流域ですね。それが今からやろうかなと言ってるポイントです。で、まあちょっと上流もね、非常にいい場所たくさんあるんですけれども、お客さんがちょっと多いということで、とりあえず下流からスタートしてみたいと思います。今日のタグですね、まあ、ブラックバージョンの 90DG パワープラスという方で、ちょっとですね、聞いてると魚が大きいんですよね。25センチ、6センチまで出るということなんで、ちょっと硬いめの竿を使用します。で、水自体はそんなに大きい太い水でもないんですけど、まあそれでスタートします。あとですね、天井糸、天井糸も少し太いめ 0.85 で、水中糸、上の付け糸が 0.35 で、本線ですね。本線は、珍しく複合を張ります。泳がせできるような川なんですけど、やっぱり魚がちょっと大きいということで、複合の 0.05 メルファーですね。付け糸がザイトフロロの 0.35 で、それからずっと来て、中ハリスが1号ですね。普段ならまあ大体 0.6 号とか使用するんですけど、少し太いめ、1号で、まあ、中ハリスが結構飛んだっていうトラブル多いので、そういったことのないようにちょっとやろうかなと思ってます。まあ、こんなん言いながら実はかかんのこんなちっちゃいやったり用するんですけどね。まあ、ちょっとやってみましょうか。7号のスティングから行こうか。多分大丈夫やろ。結構値上がりするかもしれんので、ちょっと小さい目の針でやってみます。結局ね、こういうおとり屋さんとかへ行って情報収集ですね。まずどんな鮎がかかってるか、どれぐらいの大きさが釣れてるかっていうのをちょっと知った上で川に入るようにしてください。じゃあやってみましょう。釣れるか釣れんかはすぐ結果出ますよ。釣り人がいるんだよね。大バクチやね、ここ。大バクチポイント。僕も結構来ますけど、ここまで下流入ったことないんで、ただええ時は釣れるでっていうことなんで、ちょっと降りてきてみました。かかった、スワーンってきたね今。いやー、やったよな、1匹目。もうちょっと早く来ると思ったら、でかいな、これ。うそ。全然上がってけへんねんけど。うそやろ。ちょっと、これ何、鮎か、これ。うわ、でかいやん、これ。割れせやん。これ針ちっちゃいかな。うおお、めっちゃええ鮎やん。でっか、こんなええ鮎かかんの。ほら。多分まだこれ小さい方や思いますよ、これで。パワーがすごいな、ここの鮎。これやっぱでかいのいいんやね。メレーゴが切れるかもしれん。で、アスファって基本的にはやっぱり結構よく小さんなんで、結構多いですよね。おおおお、追われてる追われてる追われてる。
かかれかかれかかかった。ずっと追尾してますわ今の。後ろでずーっとこう上手にねちょっと追い切れへんかったよね。最終結局口がかりやったんですけど、いい感じやん。これデニムの後でちょっと赤飛んでるんですよ。この側にしては普段もっとねべったりベタ赤なんですけど、今ちょっとね手切れ20銭ぐらい出してるんですけど、もうちょっと詰めてもいいね。これ釣れんで、今日で平水プラス10センチだからですね。うわあ。さあ、でかいよ今のは。ちょっと音に弱い、音に変えるわ。今のでかかった。まあ結構探していく感じだね。攻めて。わりかし早くかかる感じがするんで、これはうわお、これを背中に乗せたよねやっぱり。これやばいな、こんなんおんの？うわぁ！ちょっとここであれしてからあげたいなぁ。うわぁ！これ持ってかれたらまあまあやばいな。いけるか？でかいぞこれ。うわすごい馬力やなこれ。なんなんこの人。うわでかこれ、でかもう腹立つもばっかり。すんません。まあこんなこともありますよ。なんか恐ろしいことになったよ。恐ろしいことになってんねんけど。一気に竿がボーバー。ついて下がるわ。これは無理や。よいしょ。でかいな君も。ふっといやいやねこれ。滝自体はそんなないですけど、23、4ぐらい。綺麗な湯。これまずいな、これも取れへんねん。
そんな大きないけど、むちゃくちゃ引っ張りますよ。小さい鮎は取れるけど、でかいのが全部取れへんで。下手やなこれ。あかん、これちょっと攻略するのは無理。あー、めっちゃやられてる、アスワの鮎に。福井もやっぱり8月入ると魚がでかいですよね。勝山もそうですけど、まあでも鮎の醍醐味って感じしますけどね。めっちゃ大場所やな。もう基本的にはこの鮎自体が大きいですから、あんまり操作するというよりも竿でちょっと誘導するような感じで、ある程度目方もあるんで自分で泳ぐんでね、それをまあ優先して生かしていくような感じ。あとはもう向こう任せでドカーンと来るんで、うわっ、すげえな。やばいなこれ。バレそうやな、まだ。浮かんな。でかいな、これを。よいしょ。あ、めっちゃ時間かかった。でっか。重たいわ。めっちゃ重たいこの魚。浮かんでもいいっすね、ほんま。引きつけてもいいぐらい。なんか大痛い感じがでいいな。ちょっと違う場所行こうか。同乗したというところにやってきました。ちょっとね、竿も持ち替えて、さっきはちょっと敗北になったんでね、まあ下ほどか魚は大きくないかもしれませんけど、まあ同じ仕掛け、あと針ですね。針は 8.5 号と、まあ、9号まで今持つようにしました。で、まあラインは一緒で、005でちょっとやってみます。竿の方は、プロトタイプの 9m、 少し硬いめの竿ですけど、こちらを持ってやってみたいと思います。さっきの竿とちょっと違ってね、まあ同調子なんで使いやすそうなんで、こっちに変えてみます。ちょっと対岸渡ってきました。ちょっと竿の角度はね、決まりにくいんで、ズワッ、やばいなこれ。これ多分どうや、まあまあでかいか。うわ、めっちゃ引っ張るな。さっきのちょっと竿の周りが違うでしょ。ぐわーっと溜めれるんで、こっちの方がよいしょ、溜めれる分抜きやすいんですよ。さっきとまあまあ似たようなサイズですけどね。
うわー気持ちいいな。まあさっきの場所よりか上手だったんちゃいますか。これでかいな。でも当たりがすごいね、ここの魚。うわもう本当に目が覚めるってよう言うけど、本当にそれに匹敵するぐらいの。見ました今の。うわうわめっちゃ走る。よいしょ。ねえ同じ魚なんで、いい感じいい感じ。この竿ええね。この竿ようたまるわ。ぐーっとたまるんで、ちょっとね実は最近の下助さんも曲がる竿と曲がらん竿とこうね使い分けみたいになってきてるんで、なんせ当たりがすごい。ただねちょっと難しいのは角度だけ決めとかんとね。おるやん。この時にさっきはもうこの時にもうパン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 と竿が叩きすぎてバレたんですよ。あの竿ちょっと硬いんでね、だいぶでもう一つ魚が大きいとグワーッとたまるんですけど、竿がちょっと勝ちすぎるんですよ、パワープラスなんで。でこれはどっちかというとちょっと柔らかいぐらいで、どっちかというと同調子に入るんで抜きやすいのは抜きやすい、はめやすいですね。ライン自体はね005でも切れてないんで、まあ水量もこっちの方がだいぶちょっと緩やかなんでね、抜きやすいのは抜きやすいんですけど、午前中の場所よりかはね。でもまあやっぱりでも竿の選択がねちょっと今午前中はちょっとミスってたから、まあ硬い竿よりもやっぱり少し柔らかい目の方がいろんな意味でやりやすいですけどね。ただかかってからがねちょっと問題なんで、まあ大きいと聞いてたんで少し硬い目の竿を持ったんですけど、ちょっと硬すぎたね。いやーでも面白いね。勝ったか負けたかって言われたらまあゴブゴブにしてほしいぐらいだけど、セカダからねずっと降りてきたんですけど、まあ魚はまあそんなにやっぱり濃いことはないですね。ただ
まあ、時期が時期なんでね、まあ、これ今8月の終わりということで、まあ、お客さんも結構大きい鮎を釣りに来られてる感じで、だいぶまあ抜かれてる感じですね。ただまあやっぱり午前中ね、僕でもやっぱり硬い竿を持ちすぎて失敗することもありますし、皆さんもね、失敗があってやっぱりちょっとずつこう修正してね、やられるといいと思います。僕らでも毎日勉強ですよ。いきなり来てバーンといつも釣れるんじゃないですから、やっぱり例えばどんぶりもしますし、ね、針の号数も合わなかったりいろんなことします。まあそういったことをね、皆さんもちょっとずつ修正しながら、毎日その川を頑張って釣られたらいいと思います。ええー、とこじゃんな、これこっから下もめっちゃええやん、あの背方。日本全国88カ所巡り、まあ、第2弾なんですけれども、私はですね、まあ、いろんな日本全国回って本当に行きたい河川たくさんあるんですけれども、今回ですね、まあ、紹介したいのはですね、奈良県の、まあ、天川という川です。この川はですね、まあ、とりあえず魚が美味しいで、水がきれい。こうやって鮎触るじゃないですか、すっごい匂いがするんです、ここの魚ね、こういう感じ、こういう感じ。これなんか今ずっとフリーでも緩めてたんで、それでかけるな。うわー、ちょっと待って待っていやー、綺麗な鮎やね、これもね。ほんら、一発やそれでね、もう一つ注意点、今かかったんですけど、あーかかるなめっちゃかかるな天下は。しかもええ鮎ばっかりだし、うわー巻き切っやっぱり養殖が泳がしやすいコースをまず自分で考えてする方がいいです。でおとりが変わってからやっぱりいろんなコース考えてね、ハリスがねもうちょっと長くてもいいかもしれない。攻めてはいくんやけど、速い感じでパン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 ってつけていくんじゃなくて、ちょっとゆっくりめで。綺麗な鮎、すごい、福井もやっぱり8月入ると魚がでかいですよね。勝山もそうですけど